クイーンってなってるんですよ、板が、うん、うわ、すごいなこれ。ちょっとですよね、駐車場のこの天井にひびが入っており、そこから雨漏れしている。これ、この茶色い石が雨漏れだっていうことで、なんか何年か前に軒天を張り替えて、で上防水やって、うん、なんで手直しで、で手直しですね、うん、あ、なんか張り替えたのは自社だから、多分塗った その上からちょっと塗ってんのかどうかちょっと分かんないですけど、なんか塗ってるよね、これ白いよね。あ、これはあの江藤さんが朝パテで補修してくれたんですよ。手直したの何年前に、こうでしたこれ、何年前でしょうね、ちょっと知らない。でも多分よ3、4年もうちょっと前かな、うん、なんで防水が何、あ、防水 防水は防水の職人さんで、うん、ただなんか防水面にちょっと亀裂が、うん、体からちょっとパクって割れてるのがあって、うん、私そこかなと思ったんですけど、うん、なんか江藤さんが見るには多分違うって、ここが亀裂、亀裂、何が起きた、雨漏れしたの、ここの亀裂が、でこれが多分雨漏れみたいな。そうですね、お客さんこれが漏れして、うん、なんか亀裂が入ってるから、あの、うん、水が入ったじゃないかっていうふうにおっしゃったんですけど、多分違うんじゃないかなみたいな感じに。こう見ると、うん、この木の支えから、うん、多分支えの力がなくなって、この板がこう曲がってとるみたいな、こうクイーンってなってるんですよ、板が、うん、こう多分脚立から見て、うん、うわ、すごいなこれ。ちょっとですよね。あ、ほんで何、結局はどういうクレームなの、もともとは。雨漏れとはお客さん言ってるんですけど、うん、その防水も見た感じ切れとるところが反対側なん で、うん、でこっち側全然切れてないんで、その問い合わせいただいた内容は、その駐車場のこの天井にひびが入っており、そこから雨漏れしている。これこの茶色い石が雨漏れだっていうことで、うん、あのお問い合わせいただいて、うん、で伺った時に私が上確認したら、うん、ちょっと上もなんか亀裂が入ってたから、そこからかなって、うん、なんか防水面にひびっていうよりは、なんかもう下地のなんかコンクリートみたいなのからなんか割れてる感じやったんで、うん、そこはもうシーリングやって、うん、で水入らんようにして、うん、でこの日々入っちゃってるのを、うん、あの補修してっていう形ので、あの手直しの手配をしてました。あ、そういうこと。はい、でやったのは3年前ですね。あの2019年に外壁塗装と防水やったんだ。塗装はやってなくて、張り替えとここの上の防水だけ、このすぐ上の防水だけですね。あ、外壁塗装やってない。塗装やってないです。防水だけやった。ここ張り替えと防水、この上の防水だけ。ここは張り替えしたんだ。はい、はい、そうです。あ、そういうこと。だからこれタッチアップして治るんか。いや、全部もう丸っと塗らなかった。全部丸っと塗らなかった。全部塗って、とまたなってこん。あー、ここのあれがなっていう感じですけど、そっとるところが、うん、多分この木の支えがもう力がなくて、うん、で、板が反ってってるのかなっていうのがあるんで。うわー、反っとるもんね。そうですね。で、多分ここ、お客さんも言ったんですけど、うん、ここの木が全然スカスカなので、うん、でなんかもう他の会社さんで壁作って、うん、ってやるってきたんで、まあ、壁も、そうですね、壁を作る、なんか壁をこう張るみたいです。木が腐ってきちゃってるもんで、木を全部交換するんだ。そうですね、でそれをやるもんで、まあ、多少は支えは良くなるかなとは思うんですけど、うん、だけどそこに壁ができるだけじゃここのタレは関係ないでしょ。そうですね、そこがちょっとなっていうところがあるんですけど、とりあえず塗って直してまた並ぶか。そこがなんともって感じですけど。そういうこと。じゃあちょっと話聞いてみようか。顔覚えてないですか。なるほど。そういうこと。もうついた。壁はやってないんだ。シールはやったよね。シールはうちがやったのかな。あ、じゃあ、失礼します。あ、失礼します。社長の小林です。ちなみに YouTube 撮ってるけど、出して撮っていいですか。YouTube 撮ってるんですけど、出てもいいですか、だから。YouTube？ あ、今？カメラで見るんですけど。あ、今撮ってるの？いいです。いや、まあ現場のことだけちょっとやろうかなと思ったんですけど、はい、せっかくなら旦那さんの話も聞けたらなと思って。何の話？いや、ここ、なんか、僕会ったことありますか？なんか多分社長会ったことありますよって。
あ、なんか奥様と前、奥様あのお会いした時に、うん、なんか社長と会ったことあるみたいな感じで。かわいいさんだったかな。あ、かわいいですよね。社長はね。あ、僕社長です。社長で僕より偉そうにしてるんで、ちょっと社長っぽいですけど。あのラグビーかアメフトかなんかやっとるって言ったら、川井さんが一番初めに来て、はい、ここ上、はい、あ、ラグビーやっとるの僕ですけどね。あ、本当？僕ラグビーやってるんですか？やってないと思う。ですよね。あ、昔やってたかな。まあいいや。ここね、今度違う業者にここの壁をね。はい。この柱がもうダメになっちゃったので、はいはい、ここの壁を作ってもらって、はい、これで壁っていうのは何をやるんですか？もう一回取って全部、うん、この柱がもうね、はい、もうダメなのでね、これ、はい、これなのでここを変えてって言ったらもう壁にしましょうっていうもんで、で壁にしちゃう。その時にね、これは何ですかって、あのこっちが聞いたら、これは雨漏りだと思いますよっつって、おお、いやなんか、ね、これで電話したの。雨漏りじゃねえんじゃねえかな。え、雨漏りじゃないんじゃないかな。本当、雨漏りなら治るんですけど、うん、なんかね、水をが検査するやつがあるじゃん、頭が、まあ、はい、それでやったら、あの水ですねとか言っとった。あ、そうですか。うん、いや、いや上をなんか彼女が見た時に、そう、上か、結局原因がわからないんで、ここだけ直しをまた出ちゃうじゃないですか、うん、今回、ね、本当に雨漏りなら。そうそう、だから原因はっきりさせておかんと、うん、これシールは何ですか？うちがやったんですか？あ、これ？はい。これは違う。一回見せてもらってもいいですか？どうぞどうぞ。なんでここの防水やって？亀裂が、結構表面とか。あ、本当に、ここ結構亀裂あるね。その他でもないですね。ここは全部やってもらっただよ。ここがうちがやったんですね。うん、で、あ、ここにちょっと亀裂があるですね。うん。これシールかなんかとりあえず取った方がいいんちゃうか？それで調子良かったので、この屋根もやってもらっただよ。あ、本当ですか。足場組んで、あの足場組んだかな、組んだよね、きっと。まあ、危ないですね。ここの上の屋根もやって塗装して、うん、ここもちょっと気になるんですよね。ん、ここの亀裂がこんなとこ入るかな。多分そんな入らないと思うんですけど、取れんこ、これ取れんこ、れですね、取れないか、うん、まあそこから仕入れだけ売って、笠木見てすぐなっちゃったんですか？もう何年も新うちに。ここをやってもらったのが19年だったっけ、はい、19年が上だったっけ。あ、19年にこの防水との起点ですね。19年がこっちか。20年ぐらいがこっちの上じゃなかったかな、確か。あ、そうですか。もうなんかブワーって水が出てきたとか、そういうのは見てないですか？そういうのはない。ブワーって浮いてきたなみたいな。全然あのぐらいで分からんぐらい。ああ、ブワーっとシミが出てきて、茶色いシミが何だろうって言って。まあそうですね、うん、分からん。サビかなんかが出てきとる感じですかね。この真ん中ってこと？え、あ、ちょうど割れてる部分ってことですか？うん、割れとるのはない。割れとるのはここだけか。あ、防水割れてるのは、はい、うん、壁全体はもうでも反っちゃってるじゃないですか。うん、ここがなんかこう曲がってる感じだよね。そうそうそう、なんかもうブワーって壁が反ってるもんね。だってボードも一緒に反ってきてるんかなと思って。うん、でなんかここの一回ここの木あるじゃないですか。ここになんかかかっとる、これがなんか悪いんかなと思って。ブワーって反っちゃってますよね、壁が。うん、ここが反ってるんで、ここちょっと上がってみてください。そうそうそう、これ乗ってみるとすごいよくわかるんで、ちょっと持ってきます。そういう感じになるんです。これが見ると、あそこがね、うわーなってますよね。うん、こういう感じだよね。そうそうそう、だってなんか濡れとるのよりも、なんか天井の防水とかよりも、ここが膨らんどる感じ、ね、膨らんどるんですよ。うん、だから なんかその雨漏りじゃない原因があるんじゃないかなと思って。うん、ちょっとこっちの木の支えの力が弱まってきちゃってるんかなっていうのが。あ、こっちの、はい、木の、あ、で、ただこの力がちょっと耐えきれなくなってって板がだんだん反っていっちゃってっていう感じなのかなっていうちょっとはあるんですけど。これ茶色いのがだってサビ汁ですからね。そうですね、ちょっとこれがちょっと気になるんですけど。うん、
ちょっとやってみて、まあ、様子見てですね、はい、で壁はこうどこまで透かしてるんですか今度ね これ取っちゃうんですか全部、うん、全部取ってこういう壁あーもうサイリングしてこういう壁を全部、うん、やっちゃう髪が動画出ても大丈夫ですかまあ、まあ、はい。突然、突然ってすいません。ありがとうございます。Google マップの、あれの口コミもいつもお願いしてるんですけど、もしよかったら旦那さん書いてみないですか。Google マップって、あの携帯のやつありますよね。あるある。すぐ書けるんですよ。練り替え道場で検索して。なんかね、来たよ。あ、口コミ書いてくださいって。誰から来たんですか、お店とかそういうの。あ、そうですよね。うん、まあ、あのコメント書いてくださいとか。そう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 、助かるんですよ、あれ唱えると。ああ。もしよかったら書いてください。星が何個とか。星1個だったら考えてください。星5個以外は。やっぱりお客さんに会えばちょっとお願いしてるんですけど。あ、じゃあ書いていただけるってことでよろしいでしょうか。コメントは書かんけど欲しい。あ、いいです。もちろんです。十分です。十分です。まあ、ついでに書いてくれたらもっと助かります。あの外壁塗装とか塗装とか防水という言葉が入ってるといいんで、外壁塗装とあの屋上防水やってまいりました。ありがとうございますだけでもいいんで。そういうあれね。そうそうするとまあキーワードがで僕返信もするんで一応。その返信も一応こっち側からした方が評価上がるらしくて。わかりました。ありがとうございます。動画にも出ていただき、Google マップをしていただき、本当に感謝。まあこうしっかりやらせていただきますので。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いろいろすみません、はい。もうちょっと見てから、はい、行かせていただきます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。また何かあったら会社に電話してください。はい、わかりました。すみません。お願いします。お願いします。やってみて、まあ防水だけしっかり止めてたね。そうですね。ケースのところですね。でもそう。こんなに反っとるんだね。そうで結構反っとる。壁から反っちゃってるもん。壁から反っちゃってる。壁から反っちゃったのかな。これ見たらもうここ反っとる。折れとるかな。ひびが入ってる。下がっちゃったんだよね。こっから下がって壁に。だからもう中のそのたるきとかその木がもう腐っちゃってるかもしれないな。下りがもうちょっと支えきれなくなっちゃってる。なんかそんな感じだよな。手すりから入ってる可能性あるけど、それ結構一番多いですよね。一番多いよね、手すり。ちょっと見立て、あ、どこ？ちょっと目にやって、一番上も。いちゃん。はい。最近よく出るね。いや、でも短期間で2回、はい。はい、じゃあ今日は日清のまあ3年前のお客さんだね。はい、まあ、ちょっとその前にもなんかやった感じだったね。話聞いてる感じだね。そうですね。そこまでは私ちょっと把握してなかったです、うん。何回かリピートをしていただいてるみたいで。はい、まあ、YouTube にも出ていただいて、はい、YouTube にも出ていただいて、リーチャーにも出ていただいて、はい、あのまたこういう、何、まあ、リアルだよね。だって普通取らんじゃん、お客さんとのクレームとかね、はい、嫌なこと、あんまり隠したいことだけど、うちは結構リアルを、まあ、どんどん出していこうかななんて思っちゃっていますので、ぜひ登録してください、はい、よろしくお願いいたします。まあ、正月なんでこれぐらいしておきましょう、はい、静かに、はい、淡々と今年も良いお年を皆さん、はい、せーあ、じゃあ良いお年をでいこうか、はい、せーの、良いお年を。年始だもんこれ、年始だけど年末に言うことじゃない、良いお年を。あ、そうかそうか、今年やろうか、今年もよろしくお願いします。良いお年をって来年も良いお年を。確かに。年末の挨拶で。